段ですと団体旅行客でにぎわっている到着ロビーなんですが、やはり中国人らしき団体旅行者の姿は見受けられません。北海道の空の玄関口、新千歳空港。北京や上海から到着するのは個人の観光客です。そのほとんどがマスクなどの対策を取っていました。China? Traveling? Yes, with my family. All of us take the mask. So are you scared? A little. Do not touch other people. The best way I can do. 中国では今日から新型コロナウイルスによる肺炎の拡大を防ぐため、国内外への団体旅行が禁止されました。その影響が道内各地に出ています。札幌の定山渓温泉では宿泊予約のキャンセルが続出。こちらのホテルでは今日までに中国からの5つのツアー旅行が中止となり、100人程度のキャンセルが出ています。今後さらに増える見通しで、雪祭り期間を含め750人ほどのキャンセルが出るとみています。新鮮な北の海の味覚が人気の函館市、人気スポットの函館朝市ではこの時期、国内の観光客は少なく、海外からの客が主流になっています。こうやって人が少なくなれば、やっぱ仕事に影響あるしね。アジアの方に頼っている部分ってすごいあるから、それは心配だなとは思います。函館市の隣町、七飯町大沼では、ワカサギ釣りがピークを迎えています。こちらの釣り堀では、例年1月はおよそ2000人の客が訪れますが、その4分の1が中国人観光客で、ツアーに組み込まれるほどの人気です。今日もにぎわっているように見えますが、こちらは台湾からの観光客、中国からの団体客は今日で70人がキャンセルしました。期待してたんですけどね、どうなるかな。この先まだ増えるんじゃないですか。間違いないと思いますよ。それは早くいつもの通りに戻ってくれればいいんだけどね。今月20日に運航が始まったばかりの流氷観光砕氷船オーロラでも、中国人観光客のキャンセルが相次いでいます。1月の23日から、今日27日にかけては約700名のお客様のキャンセルが出てます。今シーズン中国からの団体の予約はおよそ5000人入っていますが、そのうち2000人ほどがキャンセルになると見ています。観光への影響はさらに拡大しそうです。